販売は先生です。今日ね、購入した、世界、3番目にね、人気のというか実用的なサンディプリンターがね、関税を通しまして今日届きました。でね、ちょっと紹介いたします。買ったのはね、こちらなんですけども、購入したらね、お客様は18年10月18日に注文しましたということで、今日届きました。で、今日は10月24日ですね。6日間で届きました。それでこちらですね、届いたのがですね、こちらですね。関税がね、これプラス関税料がかかりました。1300円ちょっとね、関税。で、日本航空からね。これなんですけど、関税でね、通して、届きました。で、結構大きいですね。で、こちらですね、サンデー FLSUN ですかね、こちらなんですけどね、部品も結構あるんです。組み立てないといけないんですけどね、こちらにね、これですね、バーコードも下に貼ってあるんですね。で、会社名ですね。完全の中の書類とかいうのはちょっとしまっちゃいましたので、全部出さないんですけど、ちょっと時間がないんでね、仕事があるんで、まだ組み立てられませんけれども、結構難しいんでね、これが電源ですね。そして、電源に、ね、この下に、また部品がいろいろあるんですね。この電源は 200V になってるんで、スイッチ入れ替えないといけなかったと思ったのかね。この電源は、確か、どうだったかな。これちょっと見とかないとわかんないけど。どこスイッチ入れるのか忘れちゃったですね。これ電源も、これサンディのね、こちらがケーブル関係ですね。あと液晶ですね、液晶パネル。こっち文字式なんだけどね。あ、これメモリーね、メモリーね。これちょっと読み取っとこう、このデータね。メモリーのね、ちょっと読み取るんで。で、これは何だ？あ、これボードね、大事なやつね。これはちょっと気をつけて。ね、あ、まだ入れとこう、袋の中にね。メモリーの中に、ちょっと、データなどが入ってるんで、ね、ちょっとこれこっちを置いておいて、ね、でこれちょっとこっちを置いておいて、でこちらですよね。ちょっと一回切りますね。